こんにちは、データネタ所属のキリグレイです。今回はアイスボックス初心者向け解説動画をやっていきたいと思います。アイスボックスキリジョイ、個人的にはかなり強いと思ってるんですけど、なぜかチェンバーがずっと敵されてるっていう、正直絶対キリジョイの方が強いです。本当に僕的にはキリジョイの方が強いなと思ってます、どのマップも。早速、やっていきたいと思います。まず A 側から。A 側は、ここと、この辺とかに、アラームボット置いておきます。あ、全然こっちでも大丈夫です。こっちでも。で、あのサムを、こことか。まあ、あんまりランクまで上スイッチしてくる人いないんで、まあ、そこの辺最初は置かなくていいのかなって。でも本当この辺とか、この辺とかでこう、アラームボットに置いといて、設置だけ全力で止めるみたいな。余裕感だったら、タレミッドに置きに行っても全然大丈夫です。ちなみにこう置くとき、セットのブリンク注意です。あんましてないと思うけど、してくるときはしてくるんで、それだけ、まず気をつけてください。まあ、映画はこんな感じですかね。次、ミッド側行きます。キッチンとミッド。キッチンは、このタレット。2つあるんですけど、これと、これっすね。なんでこれとこれかっていうと、まあ、両方とも、下抜けとキッチン抜けを取れる。で、この2つの違いは、まずこっちから行きますね。こっちは、キューブから簡単に破壊されちゃうんですよね。壊しに行くやつを倒そうと思っても間に合わないんですよね。ポジションかなり全部見れる。ここも見れるし、ここもちゃんと見れるんですよね。ただ壊されやすくいいし、ここだと、両方反応するんですよね。まあ、こんな感じですね。適して。かなり壊すのは厄介なんですよね。壊しに来るタルトのカバーで出る。みたいな感じですね。で、これの注意点は、あれって無視してこうやって、こうやってガン見してる人がいるんですね、たまに。敵の人は。それだけ気をつけた方がいいかなっていう。例えば自分がこう B サイトの中にいて、キッチンタルトあるから安心じゃなくて味方に、このタルト、あれね、みたいな。車線注意ね、みたいな。ちゃんと伝えた方がいいです。で、味方がキッチン取れてると思って、ガンダでこう寄ってくるんですよ。で、そのガンダで寄ってきたところをリキルされるみたいな。何回も見てきたんで、ランクでもスクリームでも。それだけマジ注意かな。ここがおすすめです。ここか。多分これが一番理想かな。多分動けないんで、B 側とか A 行っちゃうと。これが一番理想です。で、まあ、キリジョイ B やってくれってなるとかのアラームとか、まあ、こことか。もうここは。入れさせちゃうイメージ。で、キリジョイの人はここだけ見とけばいいんで、ここ抜けてくるやつ。まあ、ガン見ていこう。チラチラして。あ、いたなーって。で、ナノサーはここの方がいいですね。ここだと、出て壊されちゃうんで。ナノサーはここ。もう一個ナノサーは、まあ、A に使ってもいいし、キッチンでこう止めても、どっちでも OK です。まあ、全然持つっていうのも、選択肢の一つなんでね。どっちでも OK です。P のセットアップ紹介します。P はあんまりないじゃないんですけど、まあでも範囲的な意味で考えると、まあ、やっぱナノスアランボットの B 置けない、置けないんで、まあ B 守り、これ B 守りで覚えてください。このセットアップ、これはあれですね、こことここ両方見れるんで、3つ、何箇所見れるからおすすめして、アランボットここに置いて、アラン、ナノスアン。どっちでも。で、これで範囲気にせずに立ち回れるんで。まあ、若干これキッチン注意でさっきとして、予定との時だけ、まず注意なのと、敵がこう、ここまで入られちゃうんで、ただ一応、抜けることできない、されてあるんで。それがまあ、とりあえず B、一つ目。で、B、二つ目が、ここ変えると、ここ抜けと、ここと、ここ抜け、こことか。に置いて、まあ、こう、ターゲット反応するの待つ。多分、キッチンがすぐ危ないんで。まあ、ナノサーは別にそこ、アラームとかじゃなくて、キッチンにこう置いてもいいんですけど、範囲が若干低いんで。まあ、これでも OK です。まあ、キッチンはこれ味方が Z を詰めてる前提で。これか、アラームと7-3のこっちどっちかっすね。だからこれ絶対壊したんです。ターゲット反応するの持つ。逆にここでも大丈夫です。でターゲット反応したら、こんな感じですね。先物のセットアップ紹介します。これ結構どのキャラクターでも使えるんですけど、 KO、バイパー、キルジョイで全部入るんで、ぜひ使ってみてください。
まずここに合わせます。真ん中ですね。この真ん中とこの電気の先端っこ、ね、こっちですね。Placing swarm grenade. これで設置燃やせるんでこんな感じですね。バイパーのスネークバイトとケヨンのやつも大体入るんで、まあ、ちょっとずれるけど大体一緒なんでね、ぜひ使ってみてください。かなり強いですこれ。Placing swarm grenade. まあ守りはこんな感じですかね。で次攻め側、攻め側やっていきたいと思います。攻め側はまず簡単なの紹介します。まあ一つ目がこれ、このタレットで、これどちらかというと爪待ちのタレットかな。で攻めるんだったらこう上がってこうやって置いていけばいいです。これでいいかな。かなり動けるね。この辺まで金魚までは全然立ち回れるんで、味方のカバンもいけるんでおすすめです。で味方が A 取りに行くときはこのタレットでもいいのかなっていう。ここでもどこでも、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし。で A 側のスパットなんですけど、設置を止める点はここに入って、ひし形の真ん中の下のコース、あ、こうと、こういうことも止まるんで、若干ここは設置位置によって変わるかもしれないですけど、まあ多分この黄色線から投げても変わんないんで、あんまり。あ、こんな感じですね。こっちは今度燃えなくなっちゃうんで、この辺は設置位置見てですかね。味方がここに設置になったら、ちなみにこのバイパーと同じセットアップでも入るんで、これでも問題ない。ただバイパーとワンチャンポジションかぶりそうなんで、ここだけ気をつけてください。味方のバイパーももしかしたら、これスネークバイト構えてるんで、どいてくれよみたいなと思うんで、そこだけ注意です。いや、B 側の B ラッシュとか、B 行くときに使うようなタイプを紹介します。ここですね。ここが一番強いです。ちなみに。ここに置いてる人いるんですけど、多分絶対ここが強いです。なんでかっていうと、イエローまで立ち回れるんですよ、球場が。この辺は全然カバーできるってことなんで、全然ほら、カバーできる位置に入れるんでね、もう垂れたのがいいかなって思います。で、これ、まあ、A もそうなんですけど、もう垂れっと置いてるから絶対裏が来ない、ないんで、全然目で隠してくる人隠してくるんで、まあ、チェンバーと違ってちゃんと反応するんでね、気づきやすいと思いますけど、まあ、ここが一番強いかな。アラームボットはこの辺に置いてあげて。で、セットアップ1個紹介します。セットアップ2個あって、1個が簡単な。この箱1個、2個登って、ここに当てる。もう1個が、ちょっと格好つけた人向け。このあそこのしましま見ます。スタックできるんですけど、スタックして、しましまのところ、ゼロのところ、ここしましまのここを合わせて、投げる。こんな感じです。これ、あともう一個できるなら、余裕あるんだったら、味方が設置してるときに、ナノサムを上に入れて、上から出てこないようにした方がいいです、敵が。これかなり上から出てくるやつ倒されるんで、味方が。そこだけ本当に気をつけてください。で、ウルタなんですけど、ここに置くのが一番強いかな。ここでもいいんですけど、この辺が強いかな。多分こっちが置いてるのが強いですね。A 側はもうこういったくですね。あそこも入るようにちゃんと。まあアップドロップしたらかわせるんですけど、まあ多分ストレッチないんで。で、政治の壁がここにあって、敵の壁があって、ここまで行けるんだったら、多分ここに置くのがめちゃくちゃ強いです。これ 100% というバージョンですね。ただちょっとリスキーなんで、置けるならここに置いてもいいかな。で、守りのウルトなんですけど、守りのウルトは、こことか。まあ、多分一般的にはスクリーンなんですけど、まあ、スクリーンの時は間違いないです。だからそばのウルトとかで壊される可能性あるんで、まあ、こことか、まあ、いいのかな。こっちでも、まあ、多分1番こっちですね。8割こっち。で、たまになんか変化球やりたい時にこっちとか。で、B 側は、まあ、この上。まあ、イエローだけ入んないんで、注意です。全部。まあ、アイスボックスな、非常はこんな感じですかね。どうでしたよ。個人的にかなりキリジョイは押してるんで、千葉よりなんなら、キリジョイがまた流行るといいなって思いながら使ってます。やると思うんですけどね、絶対。まあ、以上。まあ、今回は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。